HG シリーズゴジラ10をレビューしてみたいと思います。こちらはゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS が公開された年に発売されたので、この表紙がメカゴジラ、ゴジラ、モスラとなっております。で、ラインナップがそこの映画に出てくるゴジラ2004、モスラ2004、メカゴジラ、キリュウメカゴジラですね。重武装型となってます。あとは、デストロイヤー完全体、スペースゴジラ、エビラとなっております。このエビラから見ていきたいと思います。まずこのエビラがまずそもそもガチャガチャ化されたのはすごかったなと思ってますし、あとこのジオラマが、この海のジオラマなんですけれども、ちょっとここ、エビラの赤い部分、ボディも塗装されております。なので、こうつけるとこんな感じで一体化する感じに見えますね。うん。ジオラマから外してこう足と尻尾をつけるとこんな感じになります。かなり、再現されてますね。この、ハサミ。確か左がこんなちっちゃくて、右がちょっと大きいやつですね。プラモデルもありましたが、そんな同じような作りでしたね、確か。よく見ると、汚しとかも入ってるので、かなり、いい味が出ております。はい、次がスペースゴジラですね。すごいですね。このクオリティがだいぶグレードアップしております。で、この、背びれといい、このクリスタルといい、このすごい、このクリアな感じもすごいですね。この形がもうすごいかっこいいですね。形もすごい。うん。ちゃんと尻尾の先もこのクリスタルがありますね。クリスタルとかこの同じ、彩色になってて。ただちょっとね、顔が、こっちはちゃんと白目と黒目があるんですけれども、なんかこっち、でもちゃんとあるのか。なんかちょっと黒目が大きすぎて、なんか、もう、目全体が黒目に見えたりする個体もあります。これは、自分のはちゃんと、まだ顔はちゃんとしてる方、目はちゃんとしてる方なんですけれども、ちょっと物によってはちょっと微妙なのもあったりしますね。ジラワンと並べても、ゴジラはちょっとでかかったですけれども、この、何この、下半身がずっしりしてる具合とか、塗装はもう言うまでもなく、顔の作りも言うまでもなく、細かいところまでかなり、この、何、10シリーズの中で進化を遂げてきたっていうのがわかりますね。ゴジラ1からゴジラ10の間に、こんなにクオリティ、品質改善をしてきたってことですね。素晴らしいですね。次がデストロイヤー完全体ですね。これも、改めてゴジラ10になって発売されたものなんですが、これもやばいですね、クオリティが。頭がすごいいつも取れやすくて、ディスプレイしてても、いつもなんか気がついたら顔だけ落ちてるっていうことが発生してます。皆さんのデストロイヤーはいかがでしょうか？僕いつも頭が落ちてます。この形がすごいもう最強ですね。もう何もこの火の打ちどころがないところですね。ガチャガチャですよ、これ。200円で買える。これはもう大満足ですよね。塗装ももうすごい、この墨っぽいこの黒いところとグラデーション。すごいっすね、これは。顔もちゃんとそのデストロイヤー完全体のすごい恐怖さを出してますね。後ろ姿もすごいですね。このカブトガニっぽいところにこの塗装、尻尾まですごい細かく作られてますね。これは後ろ姿もすごいな、かっこいい。この首の付け根のこのシュキーンっていうと2つに分かれてるところもちゃんと再現されてますね。で、一応ゴジラ2のデストロイヤーと並べてみましたが、こんなに進化を遂げております。なんかもう、この
2のデストロイヤーとか見るともうなんかもう本当になんかハリボテなんかもう次元がちょっと違いますよね、うん、塗装とかも、ね、あとこの体のこの奥深さとか細かいディテールですね、このこことか首元の作りとか尻尾の先とか全然違いますね。羽も分かれてないですし、こんなに進化を遂げたんですね。こう振り返ってみてこんなに改善されていたっていうのが、分かりますね、うん、次が気流メカゴジラ2004となっております。これは、歴代で一番クオリティが高いのではないかと思われます。ボディの細かさっていうのがもうこれはもう言うところなしですね。言うところなし。あとこの塗装、この汚しではないんですけれども、この塗装自体はなんかすごい、汚しが入ってるように見えるっていう、あとこの顔の目のところとかも、こだわりがすごい出てますね。目がやばい。このなんか意思を持った感じが再現されてます。この辺もちゃんと赤く塗装もされてたりとか、細かいところ三角とかもすごいね、細かいところにちゃんと塗装が施されたりして、絶対このなんだアメリカとかで作ってる商品とかでは絶対こんなところまでこだわらないと思います。なんでこうやっぱり一個一個出す商品に熱を込めて、もうコストとかじゃなくて、もうこれなんかもう一つの作品、芸術作品としてのこのプライドがすごいこの一個に込められてる気がします。ゴジラ9と比べてもこんなに違いが出てます。なんかやっぱりなんかもうこれはなんかもう若干もうイラストの世界がそのままこのガチャガチャ化された感じもしますね。こっちはまだなんかガチャガチャの世界なんですけど、もうちょっとなんか次元を超えてしまった感じがしますね。作りはもともとメカゴジラこっちもすごい最高だったんですけれども、ここに関してはもうなんかちょっと色の効果なんでしょうか、もうだいぶ雰囲気が、もう形相が違いますね。目もあれですし、口が開いてるので、やっぱり、あと口が開いてるのと目が、こう、目の目つきが、でもやっぱり自我に目覚めた感も出てて、すごいかっこいいっすね。これはちなみに外れません。こっちは外れたんですけども。尻尾の先もこんなに、作りがちょっと、また、またちょっと進化を遂げてますね。これは尻尾の先もこんなにこだわっちゃっていいのでしょうか。はい、次がモスラ星中2004となっております。ちょっとこのスタンドが僕のはちょっとねうまく立たないんですよね。本当はこういうこれぐらいに立ってほしいんですけれども、うまく体を支えられないのでこのビーンってなっちゃってますが、まあちょっと外してみてみましょう。で、このモスラは、すごく虫感がやっぱり出てますね。この、前のシリーズとかでも、ちょっと虫っぽいやつは、かなり、グロテスク感が出て再現されてますか。これも、だいぶ表されてますね。この、ふさふさ。このなんか、毛っぽいところの表現が、すごい、うまくなりましたね。で目も、目はメタリックではないんですけれども、ブルー、ダークブルー。で、顔のふさふさといい、この足の作りとかもだいぶこだわってきましたね。ここら辺は塗装が省かれてますね。モスラ2と比較すると、そうね。ここら辺とか、省きが入ってますね。省かれてる。
ただ、モンスター2は結構平べったかったんですけれども、こちらゴジラ編になるともうなんかこう躍動感が、まあ、飛んでる羽ばたいてる感がこううねってるのでうまく出されてますね。体もこうニョキッと曲がってるので、こっちが平べったいんですけどね、そういうところも、作り方が変わってますね。うん、ちょっと塗装だけどうにかなれば多分一番最高のモスラ成虫だと思います。はい、ラストがゴジラ2004ですね。これはですね、ここの特徴としてはこのやっぱりあのメカオ前作の前作で気流にやられた時にこの傷がアブソリューゼロかなで傷を受けたんで、それがここに残ってるのがこのゴジラ2004の特徴となっております。でこのゴジラのいいところがちゃんとこのなんかこうポージングをしてるんですね。あの劇中で見られたようなポージングをしてるところがすごくかっこいいですね。上を向いちゃって、うん、で背びれのこの塗装のこの白さといい、ここら辺のグラデーションシップのこのグラデーションとかもすごいこだわってますね。うん、でこの手触りっていうかこの、うん、クオリティはゴジラのこのクオリティは相変わらず最高でございます。でこちらがゴジラ9のゴジラだったんです。これがこう進化してこれの1年後がこうなったという設定ですね。まあ、前作と比べてもこの背びれがこう白くすごい塗装されるようになって、なんか白さがすごい増してますね、この背びれの。うん、顔もちっちゃくなって、やっぱりこっちの方がちょっと再現されてるかなってところがあります。この首のこのボコッとしてるところもいい感じですね。もうこれ3、4個持ってるんですけれども、ここがうまくはまらないものがあります。で、自分これ確か、クロニクル、でもあるんですけれども、クロニクルの方はここはまらないので、なんかもうなんかビャーってなんかもうオルガが口を全開で開いたみたいな、なんかやばい感じになってやっております。一番持ってる中で まともなものに今これゴジラ10の中で持ってるものを出してきました。で、うねり羽の羽じゃない尻尾のうねり具合とかもすごいこだわってますね。うんうん、いやー素晴らしい。こんな感じでゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS が再現できます。はい、ということで今回はゴジラ10をレビューしてみました。まあ個人的な意見ですけれども、ゴジラ10は今までの HG シリーズの中で最高傑作と思います。エビラ以外がもうすごい素晴らしい出来となってるので、まあエビラもかっこいいんですけれども、うん、このクオリティに関しては一個一個あの比較対象があるので、すごい改善したってところと細かさ塗装のこだわりも十分に発揮されているものとなっているので、いやーこれを超えるものはちょっと出ないんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。